ねえ、寝てんの？さあちゃん、さあちゃん。ああ、ごめん、寝ちゃってた。もう、何寝てんの？もう少しでばあちゃん家着くよ。私はさゆり、25歳。コロナで会えなかったけど、今日は久しぶりにおばあちゃんに会いに行く。そういえばお土産決めたの？そういえば、ばあちゃんって和菓子好きだったっけ？だね。和菓子ってよくわかんないんだよね。どっかおすすめあっかな？あ、そういえば山形で活動してるバクさんっていうチームが YouTube で動画出してるから見てみたら？へえ、なんだ、ちょっと見てみっかな。和菓子の魅力は春夏秋冬、四季折々の素材を使いながら季節に合った行事に対し役に立てるところだと思っております。あの人々の生活にも、深く根ざしているものが和菓子の魅力だと思います。日本の四季や、季節、そういったものを表現できるところがやっぱり良さなのかなと。人を舌で笑顔にもできる。ただそれだけじゃなくて、視覚ですね、見た目だったり、そういったものでも人を喜ばせれるっていうのが非常に和菓子の良さなのかなと思ってます。日本人がみんな共通の背景を持って育ってきてるところにピタッとハマるところが面白いのかなと思います。ただ食べるもの、生きるために食べるものじゃなくて、バックボーンも含めて楽しませられるものっていうところは和菓子の魅力かなと思ってます。創業は明治19年、この山形市に創業させていただきました。弊社老舗長栄堂では、地域に役に立つということを信条、テーマとして商いをさせていただいております。創業間もない2代目から風紀豆、青エンドウ豆の和菓子をずっと守り続けながら作り続けております。でまたバタードラということで、こちらは看板商品である風紀豆をあんこに仕立てまして、そこにバターとマーガリンを混合したものをこう塗って、ちょっと洋風などら焼きに仕上げております。でまた板かりんとうという珍しいかりんとうがございまして、なんとか香ばしいかりんとうを作りたい。香ばしくするにはこう平べったくのして、小麦粉も凝縮して、でたっぷり黒砂糖をつけるというような、そんな形が最終的には味が一番いいということになりまして、形ありきではなく味を追求した結果、おせんべいのようなカリッとになったという、まあ、面白い商品でございまして、あの職人の技が生きるような商品でございます。私の代になってからは、今までの古い昔の素材と新しい素材を取り合わせながら、多くの皆様に愛していただけるような商品ができないかということで、山形の旬の素材を生かした生クリーム大福、そのようなものを開発させていただきまして、全国菓子大博覧会という、そちらでおかげさまで最高賞をいただけたということもございます。和菓子は、何といってもやはり素材が命だとまず思っております。地元山形の素材を生かしながら、和菓子作りに励んでおります。そもそもその素材を生かせるということが山形で和菓子業が盛んである理由の一つだと思っております。その一方で、当時江戸時代、北前船というのが京都から酒田鶴岡の今でいう庄内地方の方につながっておりまして、そこから山形市へと文化が伝わる、素材が運ばれる、そんな地の利も生かしながら和菓子文化が脈々と発展してきたという歴史があると思います。その生産者の顔が見えるようなものを使わせていただいて、でその素材は上根山市の高橋フルーツランドさんから生産いただいているものでありますが、その中でも一番の大粒でみずみずしいシャインマスカットを厳選していただいております。うまいね、うん、これなんか本当大きいですね。これはもうすごくいいですね。今年あまり出来が全体的には良くない年なので、
もうこれくらいのものかな。十分ですね。さすが御社だからこそ。御社の本当壺大きくて。壺張りがやっぱりないと、まあ、商品価値がなくなってきちゃってるんで。そうですね。実は昨日も、はい、東京に住んでらっしゃる人が通販で、はいはいはい、私のシャインマスカット大福を買っていただいて、今日メールでコメント来てたんですけど、はいはい、シャインマスカットがすごく美味しくてって、みずみずしくてって言って褒めてくださってた。お店を出そうと思ったきっかけっていうのは、ずっと私は勤め人で和菓子職人として、雇われて働いていました。もちろんその働くっていうこともすごく楽しかったんですけれど、自分の考えや表現したいものっていうのを表現する自由っていうのはないんですね。そういったものでどうやって表現したいかってなった時に、来ていただいたお客様が展示物や、和菓子の良さっていうものを見れる、そういったものをじゃあやろうとした時に、経営者として店舗を持ってしていこうという考えになりまして、2020年の5月12日にオープンしていました。今和菓子職人をしてるんですけれど、過去に挫折してしまって自分の道にすごい迷った時に、たまたま入った和菓子屋ですね、和菓子というものと出会って、日本の美しさだったり四季、そういったものを一つのお菓子で表現しているっていうことにすごい衝撃を受けて、和菓子職人になりました。SNS 発信のきっかけとしては、その和菓子の組合に行った時に、初めて和菓子っていうものが衰退しているかっていうのを改めてその組合の職人さんたちから聞いて、ただ作るだけでは人に伝わらないんじゃないかというふうに感じてしまったんですね。知らない人が知るにはどうしたらいいのかっていうふうに考えた時に、誰でもわかるようなものを練り切りにして投稿してみたい、あとはこの和の美しさ、和のかっこよさっていうものをパフォーマンスとして投稿してみたら面白いんじゃないかなって感じたんですね。うちの人気商品はですね、練り切りという日本を代表する、和菓子があるんですけれど、ただその日本を代表する和菓子だけではなくて、多くの方に知っていただきたいという思いがあって、生クリーム大福というものを、私のお店では販売しております。古いものを大切にしつつ、どうやって現代の日本に合わせていくかっていうのを自分の中で理念として持って、それを追求していっています。お店を大きくしていきたいなっていう考えはもちろんあるんですけれど、ただあくまでサブ的な考え方で、メインとしては多くの方に和の良さを知っていただきたいっていうものが非常に強くて、例えば子供たちに和菓子を作る日を作ってみたりとか、そういったその楽しめるお店にしていきたいなっていうのもありますし、和菓子の表現者として多くの方に和の良さっていうのを SNS を通して喜んでいただけて、でその多くの人に知ってもらうっていうことを一番に考えていますね。これに、茶碗が入ってる。嫁さんは持ってるんですけど、俺は車持ってないんで、はい、自転車です。真冬も、はい、あんま邪魔されずにいろいろものが考えられるのと、例えばですけど、山形で紅葉だとこうやってこうオレンジとか黄色じゃないですか。でも紅葉のお菓子とかっていう時に、京都に習って全部真っ赤に作る人が多い。なんかそういうのじゃなくて、地元の色みたいなとかがちゃんと見える方が作るものにも色が出てくるのかなと思うんで、できるだけそういうのをこう取り込むのに、一番いいスピードが歩くか走るか自転車ぐらいまで、アイディアの元になるものをこうもらってる感じなのと、で山登ってるとあんまスピードも出ないんで、淡々と考えられるんでいいですかね。あと好きだからじゃないですか、持ってんの。
創業は1821年なんで、まあ、江戸時代のだいぶ後期の方、当時はちょうどこの店の目の前のところが出羽三山詣って言って、湯戸さん月さん白露さんに参拝していく人たちが通っていく場所だったので、まあ、ちょっとしたおやつになるようなお菓子を売ってたっていうふうに考えられてます。まあ、のし梅の魅力っていうところはですね、日本中にいろんなところにお菓子があると思うんですけど、おまんじゅうだったり羊羹だったりお餅だったりって言って、ある程度似通ったものがすごくあると思うんですね。ただじゃあ全国のご当地のお土産の中で日持ちのする酸っぱいものがメインになっているものっていうのはおそらく相当限られると思う。そしてもう一つは製法の中でその薄く流した寒天を干すっていう作業が入っている。その干すっていう作業が山形らしいなと、何でも干して日持ちさせてきたっていう山形の文化がそのまま実は製菓技術の中ではなかなかない独自にこう進歩した山形らしい製法の山形の素材を使ったお菓子としてすごく面白いなと思ってますし、それが一番の魅力かなと思います。のし梅のコラボ商品みたいなというか新しい入り口っていうかを始めた理由は、まあ、選択肢がたくさんお土産もあるようになった中で、昔はもう圧倒的にシェア一番だったようなお土産が、じゃあ最近いつ食べましたっていうと、うんってなるようなお菓子になった。ということはもう老舗でそれを続けていっても見直してもらえる機会がないことには先がないなと思ったので、まあ、チョコレートの上にのし梅を乗せた玉由良っていう商品を作ったり、ただ自分のお店だけでやっていても限界が見えてくるので、駅前の焼き鳥屋さんではのし梅のシロップを使ったサワーが出てきたり、いろんな切り口でのし梅を見直してもらって、のし梅っていう単語を聞いてもらうことで、そもそものし梅って何っていうふうにもう一度メーカーを見直してもらえるきっかけを作らないといけないなというふうに思ったのでやってたのと、まあ、同じことをずっと繰り返していくのがあまり得意じゃないっていう性格もあったんで、次々面白いことをやってったら自分たちも楽しくなれるんじゃないかなっていうふうに思って始めました。空の向こうを作るきっかけは、従来のお菓子っていうのが実は切り口を変えたらこんなに面白いんだよってことをやりたかったので、ガラスの見た目になるだけでどんだけの人が反応するだろうっていう、この楽しいだろうなっていうのがきっかけで作ったんですけども、特徴としてはやっぱり青と紫が本来液体で流すんで混ざっちゃいそうなところがギリギリ混ざんないで、切る場所によって全然違う見た目を見せてくれるっていう意味では、従来の和菓子の楽しみ方とは違う部分があって、なのに実は食べるとオーソドックスなお菓子の味っていうのを楽しんでもらえる、そのギャップっていう部分が面白いかなと思っています。数十年遡れば甘いものっていうのも飢えてたんで、みんな甘いに甘いの組み合わせで十分満足したんですよね。でもそうじゃなくなってきた、甘い例えばチョコレートだったりそういうところに酸味が入ったりとか、そういった食品が登場してきて僕らそれに馴染んで、その時じゃあお酒に目をつけたのは、お酒飲みに行った人たちってお刺身の時だしなって言って日本酒飲んでて、途中から違うおつまみが出てくると、どうしよっかな、じゃあちょっとすいませんハイボールにしてくださいみたいな感じで飲み物も変わる、飲み物が変わると相手も変わるっていう場面が出るので、お菓子の登場する回数が増やせるんじゃないかなっていうのをすごく思って、やりふりますますハマってやっていって、和菓子っていうのが今までなかった世界に登場することで、より新しい存在感が発揮できたらいいなって思いました。合うようにいつも作ってもらう酒があってですね、カクテルが、日本酒のカクテルがあるんです。それをやってくれるそうです。モンテディオですね、うん、のサポーターとしてつな、はい、がって、まさかこういう風になると思わなかったですよ。いや思わない思わない、まだ俺学生高校出たばっかとかで県外の応援するときにリーダーと自家製のコーヒーを、ブラックルシアンっていうカクテルになるんですけど、
そのウォッカを自家製でこう、コーヒーのフレーバーをつけて、はい、どうぞ。あ、でもいい香りする。普通だとウォッカに、透明なウォッカにカルガを入れて混ぜるのだけど、これはコーヒー豆が入ってるんで、カルガをワンティースプーンちょっとだけ入れて甘さ補強しただけでっていうやつです。香りはもう完全にこの香り、はい、とてもウォッカの香りじゃない。あ、本当だ漬け込んであるからね、はい。これと月の夜を合わせたっていうやつで、この時期しか味わえないペアリングで、すごい評判いいです。ああ、断然こっちの香りいい感じになる。ですね、うん、評判いいです。自分がちょっと悩んでたんですね。これって本当にバーで出していいものかどうなのか。日本酒にお茶を入れて和菓子と一緒にバーで出すっていうのは、日本酒作ってる人に対してもちょっと失礼な部分があったり、あとお茶をやってる人からもうちょっと失礼な部分があったり、それでずっと悩んでて、で、まあ、合うように試行錯誤して、で、まずはこのお酒を作ってる人にお出ししたら、藤倉君これありだよって言ってくださって、で、そこから、じゃあ井山さんとこ行って、で、こういうの考えたんですけども、こういうのはありでしょうかって言ったら、いや、藤倉君ってこういうとこから新しい発想が生まれて新しい飲み物が生まれるんだよって言ってくださって、じゃあ私が名前つけてあげますっていうことで、令和風茶っていうふうにできました。で、井山さん酒飲めないですけど、当時92かな、うわー綺麗だしいいねって言って、飲みたくなったんでしょうね。一口飲んだんですよ。飲んだ瞬間周りのみんな、うっそ飲むのみたいな、びっくり、俺もびっくりして、飲むんだみたいな。で、うんうんうんってうなずいて、藤倉くん、これ、作り方私に教えてくれないかなって言うんですよ。やっぱそれぐらい、こう、お酒は飲めないけど、和菓子が大好きな井山さんだったから、和菓子とお酒っていうものをやってくれたことが、すごく井山さん多分嬉しかったんだと思うんだよね。その発想の自由さっていうか。そういったところで、自分も、これじゃあ、しっかりやらなきゃいけないっていうことで、自分もお茶を習い始めたんです最近、はい。令和風茶です。ちょっと濃すぎたかな。ですよね。美味しいですかね。天気味ありますからね。和菓子の美味しさっていうのを伝えるのはもちろん当たり前のことなんですけど、ただそれだけではなくて、多くの人に和の美しさだったり和の良さっていうものを表現する、私にとってすごい大きな課題だなと思っておりまして、やはりその和の文化っていうのを山形から全国に広めてって、もちろん SNS ですから全国じゃなく世界にも広めれる和の良さ、和菓子の美味しさっていうのを発信していこうと思ってますね。20年前、30年前、もしくは100年前に美味しいと言われてたものをそのまま受け継いでいくっていうことに対してはすごく抵抗があります。
うちの父たちの世代と違って食べるものが多様化している。なのになぜ和菓子だけは昔からの米粉ともち粉と小豆しかほぼほぼ使わないのかっていうところには違和感があるので、育つ時にインプットしてきたものが違えば必ずアウトプットする作っていくものも違うと思って、老舗なのに攻めてますよねっていうふうに言われる時が時折あるんですけど、攻めてるわけじゃなくて単純に止まってないだけ。歴史のことをいっぱい言われることが多いんですけど、実際に中にいる人にとってはもう今創業200年ですけど、自分たちが入った年数しかお店の歴史って感じることはなかなかできない。重荷に感じることなく若い老舗でいましょうねっていうふうによく言ってます。これまで山形の和菓子文化というのは脈々と続いてきておりますが、それはあくまで私たちの前の世代の方々がつないできてくれたことでありまして、今後これを先の将来につなげられるかどうかは私たちの世代にかかっております。必ずやこれを次の世代に発展して橋渡しできるように今後精進していきたいと思っております。その一方でただただ受け渡すだけではなく、この山形の和菓子文化というものを少しでも全国に発信できるように、引いては世界でも認めてもらえるような、そんな和菓子作りを今後も行っていきたいと思っております。現代では和菓子がどういう位置づけかというと、日本の中で大切なものでありながら、正直言えばいろんな食材、それがもう溢れてる時代になったものですから、選択肢が増えたという意味合いからは和菓子の位置づけというのは人々の中で若干落ちているのかもしれません。ただ古来から伝わってきた理由というのは必ずあるわけでございますので、そういったことを我々は大切しながら、さらに進化をさせながら今後も和菓子に携わっていくことで、必ずこの和菓子というものは、日本人の中に必要とされるものだと思います。山形花笠伝承会宝連連長を務めております新関弥生と申します。宝連は祭りはふるさとの宝、仲間はかけがえのない宝をスローガンに、山形の、文化花笠を伝承普及する活動に取り組んでいます。今日は子どもたちと山形のおいしい、和菓子を一緒にいただけて、とっても今日は嬉しく美味しく子どもたちの笑顔を見られたことで満足な時間を過ごすことができました。その和菓子、生菓子の中には四季を表現したもの、地元の食材を使った和菓子、子どもたちも初めていただくお菓子もあって、びっくりして驚きながらなんか食べてましたけれど、伝統的なものを残していくにはやっぱり未来を担う子どもたちに好きになってもらって大切にしてもらう、心を育てていくのがとっても大事かなと思って花笠もしているんですが、こうやって山形の文化をこういう子どもたちが大切にしてもらえたら嬉しいかなと思います。だから今日も子どもたちはもう和菓子を食べて笑顔になって、ほっぺたこんなに膨らませて、ね、美味しかったからまた食べたいからって親御さんにねだってもう実際に買いに行ったそうです。日本舞踊も型破りという言葉もあるように、伝統的なものを守りつつ今の時代にあった新しい感覚を取り入れて型を破っていく、そういったところも私自身は心に留めながら山形のこの伝統文化の花笠というものをたくさんの人に、知っていただきたいな、体験していただきたいなと思って、活動をしていますが、この和菓子文化、山形の食文化というのも同じ思いで皆さん向き合ってらっしゃるのかなと、そんなに、美味しい
素敵な和菓子が山形にあるんだということを、子どもたちに今日、知ってもらえたこと、とても良かったと思っています。さあちゃん、え、なんか寝ちゃってたみたい。もうまた？それでお土産決めたの？迷うんだよね。あずき宿さんの上生菓子でしょ、長江堂さんの板かりんとうでしょ、あと里親さんの空の向こう、どれにしよう。そんなの簡単だべ、全部行ったらいいべした。おー、いいね、さすが、行くべ行くべ。